テムズ川上のジョージ一世とヘンデル水上の音楽は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが作曲した還元楽曲集。弦楽合奏と応え、ホルン、トランペット、フルート、リコーダーなどからなる還元楽編成。フランス風序曲形式による序曲と部曲形式を主とする小曲数曲の楽章からなり、還元楽組曲のジャンルに属する。今日では、 ヘンデルの代表的な還元楽作品の一つとして知られる。なお、ゲオルク・フィリップ・テレマンの還元楽組曲、ハンブルクの潮の道日 TWV55C3 も英語でウォーターミュージックと称される。ヘンデルは1710年にドイツのハノーファー選定校の宮廷学長についていたが、1712年以降、帰国命令に従わず外遊先のロンドンに、 定住していた。ところが、1714年に、そのハノーファー選定校が、イギリス王ョ王ジ一世として迎えられることになる。そこで、ヘンデルが王との和解を図るため、1715年の、テムズ川での王の船遊びの際にこの曲を演奏した、というエピソードが有名であるが、最近の研究では事実ではないと考えられている。しかし現在確実とされているのは、 1717 17年の船遊びの際の演奏であり、往復の間に3度も演奏させたという記録が残っている。あと、1736年にプリンス・オブ・ウェールズの日に決まったオーガスタを迎えるための船遊びが催され、そこでも水上の音楽が演奏されているが、この曲は1717 17年の曲とは別のものであったらしい。現行の水上の音楽は、 これらの船遊びに関係して、数度に分けて、作曲、演奏されたものと今日では考えられている。元来第一組曲に含まれていたのが転用されたと考えられている。1723年頃、11曲のパートフが出版され、1743年には、チェンバロ編曲版が出版された。オリジナルの還元楽曲は一旦逸出したが、レートリッヒ版は、 これらをもとに、還元楽に復元したものである。他にも還元楽復元版が数種類存在し、20曲からナルカイクリザンダー版、6曲からナルエイチハーティ版が知られる。演奏時間は約45分。ありがとうございます。